パーソナルトレーナーのゆうじです40歳50歳を超えてくると筋肉というのは当たり前なんですけれども当たり前なんですけどなかなか発達しづらい大きくなりづらい年齢にはまあなってきますだけどまあね筋トレやるということはもちろん筋肉を作っていくということでそこを目指していくということは大事なんですけれども ただこの年齢で筋トレをやっていく中で大きさだけを求めていくんじゃなくていかに美しく引き締まった筋肉を作っていくかつまりメリハリのある筋肉を作っていくかということがすごい大事になってくるんですね、まあ、メリハリっていうのはただただ筋肉がドーンと出るから何かあるっていう感じじゃなくて締まるべきとかキュッと締まる一つ一つのキレがきっちりしているような、まあ、そういうような体を目指した方がまあかっこいいとは思うんですねもちろんそういうふうに見えるためには体脂肪というね要素は欠かせないんですけど体脂肪がね体脂肪 少ないといとう要素は欠かせないんですけれども、まあ、もちろんそこもやったとしますだけれども正直言うとトレーニングのやり方がまずければトレーニングに最新の注意を払っていなければ なななかなかねねちゃんとしたメリハリのある筋肉でできないできいす、ねまあ、つまり体脂肪の量が同じ体脂肪率が同じであっても今から言うようなトレーニングのポイントを心がけるかどうかによってなんかポワンとした筋肉質なのかギュッギュッと引き締まってる筋肉質なのか、まあ、ここは結構変わってくると思うんですね例えばこう腕とかこの肩にしても、まあ、何もしなければまあこういうぐらいであったりしますでこれがきちんとメリハリのできるトレーニングを心がけてやってるといざ力を入れ しようと思った時にはギュッとこう絞れてくる感じ、ギュッと縮む感じがまあできてくるわけです。で、このまずね力を入れた時にもギュッとこういうねギュッと絞り絞り上がって、よりこのメリハリができてくるような体を作っていくべき。まあ、それができるようになったらある程度力抜いてもやっぱりギュッギュッといい形になってるね普段でもいい形だねという風に言われるようになると思うんですね。で今日はねそこを目指してやってもらいたいと思うんですけど、そこでちょっとね具体的な例を挙げながらそのやり方というのを説明していきたいと思います。 例えば、サイドレーズなんかは一番ね、そのね、いい例と悪い例が見えやすい種目ではあるんですけども、サイドレーズをやっていくときに、まあ、こういう感じでやっていると、まあ、普通かもしれないですけど、これだといまいちなんですよ。まあも、もちろんもっとひどい人いっぱいいすよ。こういう感じの人いっぱいいますけど、まあ、これはもう論外としても、このぐらいの感じであれば、結構ね、まだまだね、 ボワンとした筋肉になっちゃうんですよ。何が良くないかというと、もっともっと上手くできるということです。ジムで本当に見てても、今みたいな感じ、あるいは今よりももうちょっとね、そこは使えてないなっていうやり方の人が、まあ、かなり多く見受けられるんですけれども、要はね、今さっきこう、ぎゅーっと力を入れました。筋肉が力を入れた時に、しっかり収縮できるかどうか、目いっぱい収縮した筋肉になれるかどうかなんですね。だからまずは、こうやって腕を上げただけでも、こうやってぎゅーっとやっただけでも、 三角筋を収縮させる。ね、ここが肩が上がらずに、こうやってやった時に、きっちりね、これほぼ水平ぐらいまで上げられて、肩が上がらずね、それでギューという収縮が作れる状態になれるかどうか。まあ、まずここの練習から入らなければいけないんですけどで、そしてこのトップのところね、トップのところが結構やっぱりね、あの、ダンベルを上げるということに筋トレをやってる人の場合、そこのところだけをこうイメージしがちなんですけど、だからこの上げる、この瞬間だけをイメージして、上がったらもう次、に さあ、そして回数とか、重さとか、という方に流れていしまうんですけど、そこではないですよ。そこではなく、そっちに流れないで、要は、一番大事な今言った、この収縮したポイント。収縮したポイントを、いかに大事に使えるかどうかなんですね。だから、今言った、一番ね、水平に近いところの、ギュッと締まった状態に、サイドエは必ず持っていく。必ず持っていって、頭の中では、ここで時間を置いてほしいです。かなり、まだまだできてないなと思う人の場合には、頭のこれ一1と数えていいわけです。 1> 1と数えていいでさらに重要なのがこの今の一瞬止めたこう一瞬止めたで今の、まあ、12って数えるって言ったんですけど一瞬止めるというのが自分が思ってるねダンベルを実際持ってる時の自分が思ってる一瞬止めたっていうのは、まあ、こんな感じですよ実際止まってないですよだから頭の中でこう12と数えるぐらいの1位と数えるぐらいの感覚でいかなければ止まってないです 実際に収縮した時間を作るるような止まり方と頭の中の中感覚は全然違ってくるんですねだから実際にダンベルを持ってこうやってやるとすごく長く感じるので逆に自分が止まってると思ったら短すぎるということだから頭の中で1と数えるぐらいでいってほしいんですけどそしてそのねまずトップ収縮するところまで行く時間を置くさらにここの直後これの直後の最初 5cm をゆっくり行くということトップの行きました最初5センチをゆっくり ゆっくり収縮した。この収縮した感じを残しながらゆっくりです。トップ5センチをとにかく今のこの収縮を作ったとゆっくりこう5センチを抵抗できるかどうかというところがものすごい違うんでくす。全然違うんです。もう他人にはわからないです。重いのがその瞬間できないから他人には見せられないかもしれないそんなことはどうでもいいんですよ。大事なのはこのトップ1にこの5センチ。 ゆっくりですね。あとはそのままそのまま抵抗し続けるいいだけなので、この収縮したところを作れるかどうか、でその直後もぐっと抵抗して収縮を残してから使い続けられるかどうか、というところがすごい大事になっています。まず今ちょっと一回止めていいので、サイドレーズ、自分ができる重さでやってみてください。 自分ができるもんでね、今の1のこの直後5センチゆっくりというのをやってみてください。これ10回あるとめちゃめちゃきついです。そしてあと背中なんですけど、背中をね、まあ、あの、ダンベルでもバーベルでもいいです。ダンベルかバーベルだと、まあ、例えばね、この横とかあるいは斜めのベントオーバーロードだったりしますね。これであの、懸垂とかラットプルダンも全然同じなんですけど、まあ、あの、とにかく背中を締めるこっちからでもいいです。懸垂とかでこうやって締めてもいいんですけど、ラットプルダンでもいいんですけど、背中の時には、今の 収縮、収縮の時で、これ全くの同じルーね。締める時に頭に1、2ぐらいある。で、この直後ゆっくり。で、背中の場合には、収縮する時に、絶対に息を完璧に吐かなければ、収縮ができないです。空気が残ってると、背中は、この時、この時に収縮できないです。本当にもうこの時に、全部吐ける。で、収縮した瞬間に空気残ってたらもうダメ。 収縮した時のとっくに吐き終わってるぐらいの感じじゃないと、吐き終わって最後絞ってるぐらいの感覚で言った方がいいですよこれも吐き終わって最後絞ってるぐらいのタイミングでいけなければ、多分空気残ってます。だから空気が残ってると、なりますね。そうすると、今サイ、今サイドレーズの時に言った、この最初5センチゆっくりやれ。ね、締めて1の最初5センチゆっくりやってくださいっていうのは、 ってなっちゃう空気が残ってるからね空気が残ってるとあっとこう抜いちゃうから速くなるこれが力を抜けて収縮そしてメリハリが作れない原因なんですねだからラットブラウン懸垂弁当箱全て同じ吐き切る12でここの最初 5cm ゆっくり吐き切る12最初 5cm ゆっくり 5cm できればさっきでしょその後うまくいきます 背中の場合も基本的にはさっきと同じルールで、かつ息を全部吐くということですね。そして大胸筋の場合はもちろんね、今と同じルールでやっていくんですけれども、大胸筋の場合にはもちろんね、土台というフォームは完全に重要な要素になってくるので、お尻をつきます。肩をつきます。でこの この時点で絶対肩が後ろのままね、肩甲骨寄せたままでありながらという、まずここに行きます。で、上がった時絶対に肩が上がらない、肋骨がこう落ちることがないというところを、の土台を完全にキープしたまでまあ、もちろん行くわけですけど、で、これ大、大胸筋をしっかり収縮って言うと、ここで、ね、腕を伸ばしたり、ダンビルをつけるところまで行ったりするんですけど、まあ、それは絶対にしない。そこまでしないで、肘を伸ばすことなく伸びきらなくていいです。 伸びきるっていうのはむしろ負荷がなくなってしまうので、収縮の時の負荷は弱まる、筋力を使わなくていいということになってしまうので、そういうふうにはしないですね。で、なのでこれは伸びきるところまでいかない。そしてちょっとダンベルなしでやっていくと、これを収縮しようと思って全部収縮っていうと、これをこういうふうにしちゃう人もいるんですけど、こういうふうにしちゃう人もいるんですけど、それをすると全然大胸筋は収縮してないです。実際にはこれをね、肩が後ろ、お尻をついて、 溝落ちあたり、溝落ちの上かな、そこを突き出してる状態のままでやってた方が、大胸筋で目一杯収縮するんですね。それは、この大胸筋の騎士と停止があって、ここがへこんでしまうと、騎士の方が中に逃げてしまうので、全然こう収縮してない状態になってくる。これを騎士を突き出したままの方が、これ、せき止める状態で。 この状態の時はグッと収縮できるという状態なんですよ。だからこれを絶対に引っ込めない。だからこういうような収縮のしか絶対しない。むしろ突き出したまで、肩後ろまでやっていくという方が一番ギュッというね、収縮の状態を作りやすいわけですね。で、その中で、さっきと同じルールで全くやっていくこれでもね、結構できてないんですよ。ここで、1、いいでしょで。この最初5センチ。5センチをゆっくり息を吸いながら抵抗していく。はい。で、1、2、ゆっくり。 ゆっっくくりとと抵抗しながらやってい,くというこ,とこのトップとこの直後ねやっぱりねみんなでこう上げた上げたから良かったフッと落ちちゃうのが良くないからここのトップからの最初 5cm をとにかく収縮して今の課題作りました胸で支えてます中にも倒れてないです胸でかなりね大胸筋でかなり強く支えた中で2カウントを止めた中でゆっくり最初 5cm 行くというのは う辛いんですけれどもそれが大胸筋のこのね内側の厚みから収縮やメリハリというのを作ってくるので何もねこうケーブルフライとかこういうのをやっていかなくてもダンベルプレスで今のこのここのところからの位置をゆっくりやっていけばかなりここのメリハリというのもできてきますのでこの内側を作りたい人もそれをやった方がいいということですね。あとねアームカールが少しややこしくてですねアームカールが、まあ、ちょっと片方だけでありますけどやっている時に これをね、じゃあどこが一番収縮して負荷を与えるのにいいところかということなんですけど、普通に考えると、肘を上げないで、この、全く上げないで、この状態で一番縮まったところに行くと、一番縮まったね、できる限り縮まったところ、今もうこれ、これ以上もう来ないです。縮まったね、肘がこうだとね。で、その状態だと、腕が水平に近いところ、水平が一番負荷強いところですから、それにまだ近いところにあって、一番収縮したところでもかなり重い負荷がか,かっているということで、 この肘を上げないでここで1、そしてまた最初3センチぐらいゆっくりやっていくという同じよ理にやっていくんですけど、これがまあ今は1つこれです。で、アームカルーの場合正直2つあるんですよ。ややこしいけど2つあるんですよ。1つは今見た肘を上げないで1で最初5センチゆっくりやっていく。で、もう1つは肘をね、上げた時の方が二頭筋の付け根って、ここだと二頭筋の付け根伸びてるじゃないですか。こう来た方が二頭筋の付けで縮んでるじゃないですか。だから、 こっちの方が付け根に関しては縮んでる状況を作ってるという状態なんですね。じゃあ、どっちがいいんだと。で、今、付け根を縮め、付け根側を縮めたところをやっていきたい。ここで収縮した状態を作りたいんであれば、この前腕をもしね、今さっきの一番縮めた状態で肘を上げてしまうと、ほら、前腕が垂直になって負荷がなくなって結局意味なくなりますよということになっちゃうわけですね。これは避けたいということ。だから、 付け根を縮めるのはいいんだけれども肘を出して。だからそれはそれでありなんだけど、この前腕を最終的にさっきと同じところまで行くとこうだから、この肘を前に出したパターンの場合にはちょっと手前でやめなければいけない。ここからあえて肘を動かすのは悪いわけじゃない。肘を動かしてもいいんだけど、ちょっと前の時には負荷がある、最大にあるところまでしかない。これがだんだん来ることに弱くなっていくから、ここから肘出しもここまで。 ここから肘を出してもここまで。上げすぎないということね腕の角結局ここなんですよ。結局肘が垂直になるときでもこの角度。上がってもここまでじゃなくて同じような角度。であればかなり強く負荷が残っていると。だから、付け根を縮めるために、あえて肘を突き出すっていうのはあるんですけど、疲れた。さすがに今の感じあると収縮もかなり疲れます。これを上げすぎないという、ここを注意しないと同じようになっていると間違いますよということですね。まあ、そんな感じで、まずね、基本的なルールとしては、 トップで頭の中で1、位と止めるぐらい、1、2と止めるぐらいの時間があって、そこは結構やっぱり流れがちなんですよ。止めてると思って時間短い。1、2と止めて、そして最,最初の5センチ、3センチをゆっくり同じ感覚をずっと残しながらやっていくということが、まるっきりね、トレーニングの感覚が変わってきますので、その収縮のところの、 力の入れ方、時間、その直後も使っていく。それによってメリハリっていうのは全然変わってくるんですね。で、あとはちょっとその種目種目で肘をね、収縮っても肘を伸ばしきれない、ここを凹ませない、息を全部吐くとか、肘を上げたらこの角度を気をつけるとか、まあその辺は種目種目であるんですけど、ただそういった基本的なルールにのっとってやっていけば、もう体のメリハリギュッギュッギュッっていうのは全然変わってきます。で、正直言っそれがある人の方が、パッと体見た目で目立ちます。 目立つのが嫌だという場合があるかもしれないですけど、あの、かっこいいという意味で、かっこよさがより際立ちます。なのでね、あの、そのギュッと締めた直後、そこら辺ね、大事に大事にやってみてください。全然変わってきます。きついとは思いますが、これ本当におすすめなので、ぜひやってみてください。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの動画もやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサートレーナーのゆうじでした。